Konnichiwa, Sawadeeka. I'm on my way to Takara Sushi and it is rainy and I love the smell of this like soy. Stopping my car by the ocean and it is amazing. I feel so happy. I don't know about you, but I just love raining.If you come here, that is the restaurant, but it's one way for the road here, so you have to be careful about the map. So here is the parking. All right, let's go. It is my second time here. I'm looking forward to it because last time I came here kind of like in winter, so I think the menu is different.大丈夫です。大丈夫ですね。はい。はい、こんにちは。こう。あとタコ。タコ。はい。タコはね、それそこに手前に塩あるでしょ。はい。それをちょっとかけて食べてください。はい。あと全部そのまま。そのまま、わかりました。こちらはライン。で、あの、すだちね。すだち。うん。あ、はい。すだちはちょっとエビにかけても美味しい。はい、わかりました。かけなくても美味しいですから。はい。お刺身ね。あの、トロとハマ。それノロブロ。ノロブロとキンキ。あ、キンキ。うん、こちらで。これが北海道のニシン。ニシン、はい。で、縁側。あ、縁側、いいんだけどね。あ、そうなんですね。塩あげようか。あ、はい、うん、ありがとうございます。塩つけても美味しい。のどぐろね、高級魚だね。ずっといるの？まだいます。まだいる、ね、はい。普段は何をどうしてるの？家帰ってあるんですね。これつけていいですよね。うん、それこのお好みでね、つけなくてもいいし、かけても、はい、好きな人はかけてもいいです。はい、ありがとうございます。はい、行ってきます。ありがとうございます。アワビのちょっとフレンチ系で、うん、肝で作ったソースね。アワビもね、煮アワビになってるからね、柔らかいの、はい、煮てあるからね、はい、焼いたからね。素晴らしい、大きい。So he put the rice, sushi rice on to eat with the sauce. こちらは何の？それね、奈良漬けって。奈良漬け。漬物なんですけど、はい、それを
奈良漬けをそのあん肝の上に乗せて、はい、あさりと一緒に食べるとまた美味しいんですよね。まあもし嫌いでなかったら、その奈良漬けって、漬物大好きです。奈良漬けはね、ちょっと一応好き嫌いあるからね。あ、そうですか。うん、うん、美味しいです。それとあん肝と一緒に食べると合うんですよね。何でも食べれるんでしょう。はい、大葉以外は。前ウニ苦手だったんですけど。食べれる？はい、大好きです。今大好き。今も旬なので美味しいですよね。そうそうそう、今もね、旬です。ヒラメですね。はい、水分を全部飛ばして、これはもう日本の最高の珍味なんですよ。自家製の甘くて美味しい。へえ。これはバフン。これ紫。紫。紫で作る方が美味しい、ね。あ、そうですね。Salted uni. He put salted in to make it hydrate a little bit. お酒のつまみね。うん、おにぎりとかにしても美味しいし、うん、ご飯とかにね、これ最高の。はい、それギューッと凝縮してるから、はい、結構ウニの量がいっぱいなんだよ。はい、リッシュリッシュ。トロも美味しいですけど、うん、普通の赤身もいいですね。でこれは大トロね。おお、それ絶対おいしい。これは大トロね。綺麗ですよね。うん。重たいでしょ。秋でしょ、はいはいはい、9月と10月ね、はいはい、それが春先に取れて早く戻ってきちゃうんだよね。あ、時を知らない鮭、時知らず、頭悪い。でもそれがもうブランドの鮭だからね。うん、これはボタネビの卵の、はい、頭の味噌ね。あ、はい、いいかい。色は明るい方が、うん、いいよ、もうとっといいよ。あ、写真、うん、あ、はい、は明るい方は、うん、これが紫ですよね。これ映像バフン。あ、バフン、バフン。オレンジの方はバフンで、オレンジバフンで、薄色が紫、白いのが紫。はい、うん、海のダイヤだからね。道東の方とか、はい、知床半島とかね。ああ、今度はそちらに行きます。焼いてある。気をつけて帰ってね。車ね。雨降ってなかった？降ってました。降ってたでしょ。
少しね、はい、なんか今日でもいい気分です。すごいいい匂いあの土の匂いが、うん、いっぱい降ると大変ですけど、いっぱい降ったらね、なんか最近ね九州の方とかね、うん、すごいなあれね、かわいそうに、うん、日本の中に北海道は多分一番平和じゃないですか。北海道はね、意外とやっぱりそういう災害ってあまりね、うん、ないからね、助かるよ本当でも、まあ、そういう、まあ、地震とかはね、うん、結構何回か来てるけどね、うんうん。